レシピ。レシピ。レシピとは何かを準備する手順掛けである。特に料理の調理法を記述した文章を示し、本書で説明する。飲料や食品以外の調整法の場合は、フォーミュラと呼ばれる場合がある。現代の料理レシピは、通常複数の要素で構成される。レシピには、保存期間と冷凍可能化を示すものもある。初期のレシピには、 情報が欠けていることが多く、すでに調理法を知っている人への食材と分量の覚書とされていた。伝統的料理のバリエーションを一覧するレシピもある。レシピ、レシピは命令を受け取るを意味するラテン語リシピアの、に認証単数現在能動命令形に由来する。これはもともと医者からが薬剤師への材料の準備ができるよう指示。 処方箋を命ずる語であった。1740年頃から料理用語として使われ始めた。現在では料理用語として広く一般に認知されている。現在処方箋の表記の略語、ルピアに名残がある。知られている最古のレシピは、紀元前約1600年の南バビロニアでのアッカド語の年度版である。 古代エジプトの象形文字で料理の調理が描かれている。古代イギリシャのレシピが多く知られている。ミタイコスの料理本が最古であるが、大部分が失われた。アテナヨスは食卓の賢人たちで短いレシピを一つ引用した。アテナヨスは他の多くの料理本にも言及したが、それらはすべて失われた。ローマのレシピは紀元前二世紀に加藤ケンソリウスの 農業論で始まったと知られている。この時代に地中海島の料理の多くがギリシャ語とラテン語で記述された。古代カルタ語のレシピのいくつかがギリシャ語とラテン語に翻訳され知られている。より後の西暦4世紀または5世紀にアピキウスと呼ばれる膨大なレシピ集が現れ完全に現存する最古の料理本である。アピキウスは通常参照されるコースを 前菜、ガスティテオ、メインコース、プライミーメンサへ、デザート、サキューンデイメンサへと参照されるコースを記録している。ローマ人は西洋料理にハーブと香辛料を導入した。レンフ流はタイム、月桂樹、バジリコ、フェンネル、ルー、ミント、パセリ、イノンドがギリシャで一般的であったと記述している。アラビア語のレシピは10世紀から記述され始めている。 アルワンラ及びアルイコールバグダディ参照。イギリスのリチャード二世がレシピ本のザ・ホーム・オブ・クリーを委任した。同じ頃に他の本カリー・オン・イングリッシュが発行された。両方の本には当時のイギリス貴族階級で料理がどう準備されて出されたかについて記述されている。当時のヨーロッパの階級システムの復活は高貴な宮殿と家を戻し、それとともに 現代のレシピ本と呼ばれるものが始まった。西暦1400年代までに、1日のレシピを、詳細を述べた、多数の写本が作られた。ハーディアン写本279、ハーディアン写本4016、アシュモール写本1429、ロード写本553、ズレ写本55等多数は、素晴らしい情報を与え、コリアンダー、パセリ、バジリコ、 およびローズマリーを含む多くのハーブ、香辛料の再発見を記録した。ハーブ、香辛料の多くは十字軍から持ち帰された。西暦1500年代から西暦1600年代の間、大きな家の間での競争が一般的となり、家を管理して食事を用意する方法について多数の本が書かれた。オランダとイギリスでは貴族の間で、 誰が最も贅沢な宴会を準備できたかが競われた。西暦1660年代までに料理法は芸術に進展し、良い料理人が求められた。彼らの多くはライバルと競って彼らのレシピの詳細を述べる自身の本を発行した。これらの本の多くは現在翻訳されてオンラインで利用可能である。西暦1800年代までに世界中が料理に熱中した。 最新の印刷技術と出版の新しい概念を使用して、ビートン夫人、イザベラ・ベアリー・ビートン、1836年から1865年は有名な本、ビートン夫人家聖書を、西暦1857年から1865年の間に24分冊という形態で出版した。ほぼ同時期に、アメリカ人料理人ファニー・ファーマー、ファニー・メリット・ファーマー、 1857年から1915年が生まれ、料理に専念し、1849のレシピが含まれる有名な本、ボストンクッキングスクールクックブックを出版した。江戸時代には、料理物語や本調食感が刊行された。1802年、休校のための建物が刊行された。1872年、豆腐百珍が刊行され、ブームとなって、 多くの続編や類似書きが出現した。明治時代には村井玄祭による新聞連載小説の食道楽がベストセラーとなった。石川力之助は貧農救済を目的として草木谷庵の手鍋を表した。帝国陸軍では軍隊調理法が舞台に配られた。1900年代半ばまでに文字通り何千冊もの料理法とレシピの本が 利用可能となった。次の革命はテレビの料理番組であった。イギリスでの最初のテレビの料理人はファニークラドックであり、BC に番組を持っており、後にグラハムカー、世界の料理賞で有名に引き継がれた。これらのテレビの料理番組は新しい料理法を絶望する視聴者にこれらの料理人のレシピを提供した。初期にはレシピは BBC からの郵便で利用できた。 あとに、画面 CEFAX 文字システムにより、テレビで利用可能となった。また、進行のチャンネル4と S4C がオラクルと呼ばれる文字システムでレシピ提供した。今日でも、テレビはレシピの主要な情報源であり、ジェイミー・オリバー、ゴードン・ラムゼー、ナイジェラ、ローソン、レイチェル・レイといった国際的な料理人が、プライムタイムの番組を持ち、これらすべてのレシピの詳細は、 インターネットウェブサイトでバックアップしている。今日、インターネットにもかかわらず、料理本は以前と同様に人気がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。